バイデンアメリカ大統領は9日、中国共産党との競争に対抗するため、アメリカの半導体産業の競争力を高め、同国の産業、技術、軍事上の優位性を強化することを目的とした、チップスサイエンスアクト2 0 2 2に署名しました。 ハイテク分野を中心とする研究開発に5年間で約2800億ドルを投じ、このうちチップ産業への補助金は527億ドルで、チップ生産の奨励に390億アメリカドル、チップ研究開発の補助に110億アメリカドル、残りは国家安全保障関連の重要チップの生産補助、安全で信頼できる半導体サプライチェーンの確立支援、半導体産業への人材育成に、 使用されることになっています同法案には最も注目される条項が含まれており、連邦政府の資金援助を受けている企業が中国での先端プロセスチップの生産を大幅に増やすことを10年間禁止し、禁止に違反した企業や違反状況を是正しない企業は、連邦政府の助成金を全額返還しなければならない可能性があるとしています。台湾の大手民間シンクタンク、中華経済研究院。 WTO ・ RTA センター副所長の岩ン金氏は、アメリカは中国が主導する半導体に関する全体主義国家体制に対抗するため、米日対間チップ4同盟を推進して、半導体生産に関する民主技術同盟を形成しようとしていると述べました。今後、半導体の分野では、米大は確固とした立場にあるに違いません。その時 中国共産党は古軍奮闘を余儀なくされることになりますそんな状況が今後ますます明らかになっていくだろう